竜仏川は、北海道胆振総合振興局管内を流れ、阿弥陀川と合流した後に、太平洋に注ぐ二級河川。阿弥陀川水系の支流である。北海道胆振総合振興局管内、苫小牧市北部の四骨湖に近いモラップ山付近に、源を発し、南東に流れた後、苫小牧市明保の町付近で北東に流路を展示。 途中で、時里マップ川を合わせて、宇都内湖に流入する。宇都内湖からは南に流出し、遊仏原野を直線的に流下し、分流として、河川改修前の旧河道である旧遊仏川があり、明けの町付近で本流から分流し、宇都内地区を南東に流れた後北東に流れ、宇都内湖から流出した本流と合流している。沼の端々にある遊仏川の河川標識、 アイヌ語で、イプトという意味が考えられる。また、北海道エゾゴチ名会によれば、アイヌ語のユプトに由来し、温泉川口の意とも言われている。古く荒い白石が、イブリの中心地が、誘仏地域ではないのかと物の,の本に書いてある。源流域は、四骨洞や国立公園の指定を受けており、道を自動車道と交差するまでの間の上流域は、エゾイタヤや、 シナノキなどの紅葉樹林に覆われている。宇都内イ湖流入までの中流域は、右岸側はは苫小牧市街地、左岸側は苫小牧市の自然環境保全地区に指定された、時里マップ出現となっている。宇都内イ湖流出後の下流域は、治水事業により、直線上の稼働と広い高水敷を有し、吉原が広がり白干場や、藩の木等が点在する。 1962年8月と1964年6月の洪水により、ウッド内湖周辺の農地の冠水被害が発生したことから、1964年から阿比良川、交流点から上流約 15.7km の区間で改修工事に着手。1994年から1997年にかけては市街地を蛇行しながら流れていた流路を、 宇都内湖へ流入させる稼働切り替え工事を実施している。2013年11月に策定されたアビラ川水系河川整備計画では、下流の有仏原野の区間は整備済み区間とされているが、宇都内湖と蒸気の稼働切り替え区間を含む 4.4km の区間が優先整備区間となっている。沿線が戸間牧石街地であることから工業用水及び、 水道用水として利用されている。工業用水の取水量は最大1.938立方メートル S となっている。上内地区にある工業用水の取水席は、苫小牧臨海工業地区へ向けて工業用水の供給を担っている。また、有仏川下流にある日本製紙有仏工場で製紙プラント用の工業用水として利水される。括弧内は、 流域の自治体上流より記載。ありがとうございます。